盗んだ気持ちだよ。いいのこんな可愛いのって帰って。じゃあ初めてだよこんなとこ行ってさ、ぬいぐるみ買ってもらったの。ちょっとなんか涙出てきたんだけど。いいのかな。あれじゃないちょっと。今までちっちゃい頃我慢してたらぬいぐるみ欲しいの。嬉しいんだ。盗んだ気持ちになっちゃった。じゃあ返してくる。自分の。よかったね変えてね。おたこいなくなっちゃったね三人から。ここにいるもんね。大事ですね。何初めてぬいぐるみ買った。いいのかなお土産にぬいぐるみ買っちゃって。文房具以外のもの買っていいのかな。必要性ないのにね、うん、かわいいだけなのにね、うん、だからあんて可愛いもんすね。本当にお前さお金なかった。何も買ってもらなかった。買ってもらったよ、シャーペンとかクリアファイルとか。でも普通に贅沢だよね、うん。これさ動画で買おうってなったけどさ、で一体これいくらぐらい？300ぐらいしかあるでしょ。めっちゃこんな涙流して喜ぶ人なんてね、もう3人。あそっちかよ。そっちかよ。しかもこっちでしょ。拳突き上げてね。かわいい。よかったね。大事にしよう。あ、マサ。マサの好きなコラショコラショ。どれ？ほら、コラショ。僕今ちょっと、僕今あの熱中症でちょっと今元気な。何やってんの？あんた恥ずかしいよ。恥ずかしくないよ。え？だって僕コラショ好きだもん。チャレンジやってたの？はい、じゃあ帰りましょうか。はい。よかったね。